自身4度目の救援出場は格別な思い出となった。ドジャースの大谷翔平は現地7月16日、日本時間17日に、レンジャーズの本拠地、ブローブライフフィールドで行われたオールスターゲームに、2番 DH で先発出場。3回の第2打席で救援では自身初となる本塁打を放った。圧巻の一発だった。3回虫12類の第2打席。 大谷はアリーグの3番手、右腕タナーホーク、レッドソックス、の3球目、インサイドに抜けてやや甘く入ったスプリットを捉えると打球はぐんぐんと伸びて、右翼席へ飛び込む確信弾となった。場内に湧き起こる大歓声とともに大谷も笑顔を見せつつ、ダイヤモンドを一周。打球速度103.7マイル、約170キロ、飛距離400フィート、約122メートル。 の豪快な一発には外野守備についていたアーロン・ジャッジ、ヤンキースも呆然とした表情を浮かべ、同じくよく守備についていた不安外、ヤンキースもう一歩も動けず、圧巻のアーチとなった。9円で勝利投手、21年と本塁打を記録したのは史上初の快挙。日本人選手の本塁打は7年、アリーグの一郎以来となり、咲く声は初めてとこちらも新記録達成となった。 今季30歳シーズンを迎えながら進化が止まらない背番号17。大家の圧巻のアーチには相手投手も脱帽の様子を見せた。MLB 公式サイトに掲載された記事の中でホークのコメントがこう記されている。大谷という優れた打者が素晴らしいシーズンを送っている。あのスイングに穴は多くない。私にできることは投球をできるだけしっかりと決めることだった。 甘く入ったスプリットをしっかり捉えられたことで大家の技術の高さを改めて、称えた。同記事の中ではナリーグで最多得票を獲得。救援では4番を打ったフィリーズのブライス・ハーパーも大家の本塁打に対し、とてもすごかった、というコメントも紹介されている。自身4度目の救援出場は、ここに選ばれるようなレベルの高い選手たちと一緒にできることが特別。 と本人にとっても実りの多い救援となった。充実の2日間を終え、さあ、勝負の後半戦へ。熾烈さを増すプレイオフ争いで爆発できるか。19日、同20日のレッドソックス戦から、再びの異次元パフォーマンスを楽しみにしたいところだ。文、構成、ここからネクスト編集部。